追い抜かれるも何もスタートラインにも立ててない、このままで終われるわけがない。僕はあなたに言いたいことがある。この曲を選んでくれて本当にありがとう。この先ずっと考える今日の日のことを、今を信じ踏み込む。この先ずっと考えるとそばにはいれないけど、この声が音があなたに寄り添う。また今度会えたら海へ行こう。そしたらさ、沈む夕日を見たりしてさ、二人だけで話そう。また今度会えたら海へ行こう。そしたらさ、沈む夕日を見たりしてさ、二人だけの浮き上がるあの日閉じ込めた瞬間がふわり宙を舞う。あの場所から何よりも早く抜け出したかった。あの場所から誰よりも早く逃げ出したかった。でも自分の見たいものも過ごしたい時間も出会いたかった人もずっとそこにあった。あの場所から何よりも早く抜け出したかった。この手は歌詞を書くためにあって、この足はステージに立つためにある。空いた時間を埋めるように少しずつ音や言葉が重なる。胸が高鳴る。いつか笑い合うために今がある。そのいつかが遠くない場所に見える。空いた時間を埋めるように少しずつ音や言葉が重なる。胸が高鳴る。いつか笑い合うために今がある。そのいつかが遠くない場所に見える。あいつらに届けばいいとあなたが言ってくれたから気持ちが揺らせるほどに複雑。何もない天井見上げ、消えない雑音、反逆のメロディー睨みつける。今に問いかけ続ける。訳も分からず叫んでた。でもその声に心があった。どんな始まりだったとしても磨き続ければ輝き始める。訳も分からず走ってた。でもみんな笑ってた。あの頃と同じ、何も変わらない。僕も君もここにいる。ヒューガファースト EP「アワーグラス」。